ニューイヤー大会で気になってたんだけど、優勝マシンのこの改造めっちゃ気になるよね。前回までで駆動周りを見てきて、今回ローラーセッティングということになってくるんですが、 FMA シャーシファーストトライパーツセット、これをつける前にちょっとやってみたい改造というのがあって、ニューイヤー大会の優勝マシンに搭載されていたフックという改造を今回は検証していきたいと思います。ということで、ローラーセッティングはどの道していかないといけないことなので、まずはフロントから。かなり簡単な設計となってますが、これでもローラーが受ける衝撃をディスを通じてシャーシと補強プレートで分散するので、十分強度が保てるかと思います。続いてはリア側。はい、かなり簡単なセッティングになりましたが、ここからさらにフックという改造をやっていきます。フックを設計していくには、実際のフェンスよりも高い位置に設定する必要があり、現在取り付けている両ネジシャフトでは高さが足りません。そこでビスの長さを長くしていくために、ちょうどこのファーストトライパーツセットに入ってます六角マウント、こちら単品での購入も可能となってます。取り付け方ですが、まずは通常のナット、こちらを取り付けて、ナットを土台にスペーサー、そして先ほどのマウントを取り付けていきます。そうしましたら、この上にこちらのパーツ、 FRP フロントワイドステーフルカウルミニ四駆タイプを使っていきます。単純に取り付けるならこのような形となりますが、もう少しフックが入りやすいようにするために、取り付けるビスをもう少し伸ばしてスプリングを乗せることで、プレートが稼働するようになるので、これでフックしやすい構造になります。では最後にフックを取り付けましょう。こんな感じでいいのかな。プレート 9mm 穴の位置にスペーサーを挟んでスタビボールで留めました。リア側に関してはこんな感じで取り付け。はい、これでフックの改造が完成です。なんか街灯みたいだな。考えたポイントとしては、フックをローラーベースの内側に入れることで、通常のコーナリングでは接触せずにコースに引っ掛ける。あれ、引っかかんなくね。あれだな、フックって難しいな。あ、プレート逆にしたら入るけど、これさ、マジでいけんの？パーツ無加工で作りましたフック、実際のところどうなのか走らせてみて様子を見ていきましょう。